はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽那亮司でございます。田中様、高子様、龍斗様、佐川信行様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。政治活動資金にさせていただきます。ありがとうございます。佐川信行さんは浦安支部長なんですけれども、明日3月6日午後3時半ぐらいから東西線浦安駅で政治活動いたします。佐川信行浦安支部長と一緒に、復帰して1回目の街頭活動なんで、ちょっと体力と相談でですね、2時間ぐらいはできっかな、5時半ぐらいになったら真っ暗になっちゃってやめるようかなと思っております。体力持つかどうかが心配であります。 NHK 契約を催促する、住所のみ記載で宛名なしの、特別宛てどころ郵便が私のところにも届きました。こんなやつなんですけれどもね、赤い字で特別宛てどころ郵便です。これには住所は記載してありますけど宛名はありません、なんてことがちょこちょこ書いてありまして、中身はこんな感じでですね、お辞儀している人物のイラストがあるんですけど、日本古来のお辞儀ではありません。なんか外国のですねお辞儀の仕方を NHK はこれだって思ってるらしくて、こんな感じですね。皆様からの受信料は大切に使わせていただきますなんてシャシャーと書いてありますけど、大切に使うんだったらなんで NHK 会長が任命した総理大臣より給料高いのとか、3400億円で渋谷の本社建て替えるみたいだけど、それって都庁タワー5本分だよねとかね、いろいろと突っ込みどころはあるんですけどね、私んとこに来たみたいです、来たぐらいですから、その住所に誰が住んでるか全く分かってないんだなーっていうのがよく分かりました。今まで来ていたですね、宛名も住所もない重要って書かれた契約してくれ封書同様にですね、捨てて構いませんっていうか捨てた方がいいです。これに対して何らかの反応しちゃいますと、あ、人住んでんだな、テレビもありそうだな、そっか、こういう名前のやつなのかっていうような情報を NHK に知られてしまいますんでね。維新の独裁者橋本徹、ウクライナの人は一旦逃げてプーチンがいなくなってから国を取り戻せば、なんてことをウクライナ人に言っちゃいまして、プーチンが死ぬ前に民族浄化されちまうだろ、ウクライナ人いなくなっちまうだろとかですね、独裁下に置かれて略奪暴行殺人洗脳されるのは戦争より悲惨だろ、犠牲者も多いだろと炎上しておりました。橋本徹みたいなやつを敗北主義者って言いますね。負けた方がいいっていう連中ね。朝日新聞社員玉川徹ももちろんそれでした。名前も同じ感じですね、徹。羽鳥慎一モーニングショーで死者が増えないように引くということを考えないと、ウクライナの降伏を進めてました。テレビでネットの反応です。まるでロシアの代弁者、また炎上狙ってんのか。玉川と橋本はほんとクズ、言っていいことと悪いことがあるぞ、降伏した方が被害者増えんだろ、降伏したらなぶり殺しやぞ、降伏後のウクライナ人がどんな目にあっても構わないという本音が漏れた瞬間、侵略者が今後の生活も保障してくれると考える平和母芸の極み、悪の帝国による世界支配を認めるのか、力による一方的な
現状の変更を認めてんだな、玉川な。ロシアを説得して兵を引かせるべきだろう。まあ、ウクライナに韓国降伏を言うぐらいだったらロシアに引かせるべきだよな。日本が攻められた時もこう言うんだろうな。あ、これは間違いないですね。武力に降伏したチベットやウイグルを見なさいって、臓器生産機の家畜扱いにされてますよね。鎖につながれてソーラーパネルの材料のポリシリコンとか作らされてますよね、殴られながら。橋本と玉川は日本が攻められた時もきっとこう言うんでしょうね。降伏しちゃいなよ。敗北主義者は放置すると士気が下がるので早々に排除しないといけません。できたらですね、戦争が始まる前に。なんでこいつらがテレビに出れてんのか不思議なんですけど、答えはですね、テレビ局自体がスパイ組織だからであります。そう考えてもちょうどいいぐらいですね。日本人はですね、劣勢な方、弱者をつい応援したくなる反眼びいきっていうのはありますけれども、横の国の連中はですね、変なお辞儀する連中はですね、優勢について劣勢をいじめたいっていうですね、時代主義っていうのがあります。玉川と橋本の中身は横の国なんだろうな、精神構造はね。今んとこ強そうなロシアが善で劣勢のウクライナは悪と、そういう価値観なんだと思います。日本人と真逆の価値観の連中とは付き合えませんよね。多文化共生すんなっつーの。 NHK も変なお辞儀紹介してんじゃねえっつーのね。今朝北朝鮮が今年9発目となるミサイルを発射しました。日本海に落ちたそうであります。日本政府、情報収集に全力、まあ、いつもの答弁しておりますけれども、ネットの反応です。今忙しいんで週刊ミサイルにみたいになってきた。ロシアに撃つと注目されるぞ。制裁されても困んない貧乏は自由だな。誰も構ってくれないから大変だな。今年に入ってから景気よく撃ちまくってんな。ミサイル撃つ余裕あるってことだよな。食料支援とか必要ないな。朝日新聞得意の詭弁で一言どうぞ。その昔朝日新聞がですね、一発だけなら誤射かもしれないとかほざぎよって、有名になっておりましたけど、未だに言われてんじゃない、一発だけなら誤射かもしれないってね。ロシアウクライナ戦争に世界が釘付けなのを妬んでのかまってちゃんミサイルですかね。あいつらもですね、感情が妬み恨みそねみひがみの4つでできておりまして、まあ普通のあの人類は喜怒哀楽って言うんですけどね。親分のロシアと連動してんのかもしんないな。目的はですね、西側でロシアの親分が手一杯なんで北方領土に不穏な動きがあると困るっつう。だからあのミサイルって牽制しとけって命令が下ってんのかもしれません。まあ口にも出しててバレバレなんですけど、北方領土が心配だっていうのはね。3月3日ロシア外交省定例記者会見、日本が北方領土の主権を主張することは永久に忘れた方がいいと発言発表しておりました。つまりあの北方領土諦めろみたいな。ネットの反応です。攻め込んで取り返す方がねえな。攻め取られたものは攻め取り返すしかない。国内だし自衛隊出ても問題ねえ。はじめから返す気なんかなかっただろ。全く返す気ないくせに何言ってんだよ。経済崩壊した後でもらうから良いです。まあ、あの経済消滅ってなってますけど、勝手に崩壊するからその時だ。ボロボロのロシアが返すから支援してって言ってくるよ。もっともっと制裁しろ。容赦するな。取り返されることを警戒している裏返しやな。まさにこれだと思います。永久に忘れた方がいいってとか言ってっけど、
経済消滅で今でも今にも滅びそうなのあんたらでしょ、何言ってんだかね、帝国のことよりね我が身を心配しろ、余裕なんか全然ねえくせにね、西側で手一杯、つまりあのウクライナで手一杯、東側のあの北方領土帝国軍がですね付近に集結して圧力かけられると対処に回す兵力がないと、それがバレて大したことないと、実力そんなねえな、ってバレんのが嫌なんでしょうね、ですんでこういう発言して牽制してんでしょうね、北朝鮮にもミサイル撃たしてね、今回これ言っちゃったことで永久に返す気ないってことがバレましたね、今後はなんかねあの経済協力しようとかおいしいこと言ってきてもですね永久に返す気ないって言ってたよねって拒否できますね、つうか拒否すべきあの発言は撤回しますとか、ロシアって国はもうありませんのであのそれは引き継いでませんとか言ってくるまでね、まあ永久どころかですねロシアって国が今年滅びず済むのか怪しい状況じゃないですかこれね、追い詰められてるのはむしろロシアですよ、ウクライナであの散々ね、暴力を振るってるみたいですけど、3月4日ロシアへの経済制裁に関わった者に懲役3年を科す法案を下院が承認、ロシア下院が承認と、ロシアへの経済制裁に関わった者、つまりですね各国首脳や各国閣僚はロシアに行ったら軒並み逮捕ってなるみたいであります。岸田総理とか林外務大臣もロシアに行ったら逮捕、この法律で、対話や交渉する気ゼロ、もうめちゃくちゃですね、勝手にね自業自得で制裁されてるくせに逆恨みして制裁にかかったものは懲役3年だとか言ってるっちゅうことですからね。3月5日ロシア軍に関する偽情報の報道に最大15年の懲役を科す法律が可決成立、15年、懲役15年、これ日本だと人を殺してもそれ以下って判決も多いですよ、多いですよ、まあ7、8年初犯なら反射と関わってなければそんぐらい、ですかね。何が偽情報かの判断はロシアがするんだって。それ偽情報っていうか自分らに都合悪い真実は懲役15年だ、まあ言論封鎖、真実を隠す隠蔽、大体ですねそれやってる国家は長いことねえから。ソ連もそうでしたけどね、ますます北朝鮮っぽくなってきたな、っていうかソ連時代に回帰してんのかな、あとですね議会で可決成立のスピードが凄まじいです。日本だとね重要法案通すのに何年もかかったりするのにね、これうっかり反対なんかしちゃった議員命が危ねえからビビってみんな賛成しちゃうんですけどね、ロシア全体余裕がない、追い詰められてる現れであります。これを受け、法案成立を受け、 BBC がロシアでの活動を断念、取材を停止すると発表になっておりました。3月3日プーチン、ウクライナは住宅地に重火器を配備し民間人を盾にしているネオナチとか言っちゃいましたよ、ネットの反応です。ナチはお前らだろ、頭おかしいだろ、原発を攻撃するような気違いに言われましても民間人を殺してんのロシア軍だぞ、侵略者のくせに被害者面すんな、自分から手を出しておいて偉そうに、侵略したお前らが全部悪い、ゼレンスキー大統領はユダヤ人なんだが、というですねツッコミがありました。プーチンもロシア議会も足並み揃えて狂ってんでしょうね。プーチンが怖くて
反対票を投じられない議員たちでしょうね。まあ、中国共産党みたいなことを言い出して、何言ってんだバーガーっていうようなことを言い出して、ロシアの終わりが近い気がしますね。ロシア軍が原発を攻撃するぐらいやけくそになってるみたいですけど、何でもありの状況になってまいりました。ロシア軍が攻撃して、イバンキフ村の歴史博物館が全焼と。当然中のもの、貴重なものも焼けちゃったと。ジミトール市の小学校がミサイルで半壊と。こんなありさま、これ半壊なのか、なんか瓦礫の山になってますけど、ハリコフ国立文化大学の学生寮を攻撃、中国人学生4名、インド人学生4人、他8人が死亡、全部で13人学生が死亡しました。ウクライナ外務大臣、ロシア兵が無差別に女性を強姦している、発表しておりました。もうやりたい放題ですね、何でもあり。小学校はミサイル撃つわ、学生寮は撃つわ、何が軍事施設にだけ攻撃してます。ネットの話、国技発動、ベトナム戦争の韓国兵みたいになってきたな。ロシア兵ならやけくそでなくてもやるだろう。まあ、前科ありますからね。過去の実績だと降伏してからが本番、ロシアだけ全盛期。福島みずほなんとか言ってみろ。なんだよね、日本軍の慰安婦がーってやがましかったよね、福島みずほね。ついフェミだんまり、これが左翼だよ。まあ、ついフェミは共産党の下部組織ですからね。ついフェミなんかもあれですね、妬み恨みそねみひがみで感情できてんですから、特に男性への恨みとですね、勝ち組専業主婦への恨み妬みそねみひがみがひどいありさまですけれどもね。ロシア兵はですね、満州でもベルリンでも強姦祭りやっておりました。まあ、そういうお国柄なんでしょうね。敵が降伏してからが祭りの本番。玉川はそういうの知らないバカなのか、テレビ朝日の台本通り喋ってるのか、まあ、どっちかわかんないですけど、原発と小学校と学生寮と博物館を燃やして、ついでに国技の強姦と。全くね、どっちがナチでって感じなんですけど、言われる前に言ってやれ精神なのかもしれないですね。ロシアだけ20世紀ですね。21世紀とは思えない。民度低い。日本の最後がこぞってですね、ソ連を賛美するんで、気づかなかっただけで、これがロシアっていう国の正体なのかもしれないですね。アップルに続き、マイクロソフトもロシア撤退を発表。これでもロシア人民は、現在持ってるアップル、Mac の OS、Windows 大事に使うか、Linux 使うしかなくなりましたな。まあ、ここら辺からも追い詰められてるとは思うんですけれども、しかしね、ユーニコとか言ってプーチンがウクライナはネオナシとか、ちゃんちゃらおかしくて、へそがちゃわがしますよね。おめえらが悪いんだろって、なんだかんだ言って、ぶん殴ってんのお前らだろってね、わざわざ人んち押し入って、いうことですね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。